このうち津市のお城西公園ではユニオン三重、三重一般労働組合による集会が行われ、雨の中、組合員やその家族などおよそ40人が参加しました。93回目を迎える今回は、今こそ平和憲法を世界にをテーマとし、ユニオン三重の江川正則副執行委員長が、ロシアに日本のような平和憲法があればウクライナに攻め込むことはできなかったかもしれないと話したほか、雇い止めなどコロナ禍のしわ寄せを受ける非正規雇用労働者の環境改善などを訴えました。